意識に相関した脳活動とは特定の意識的知覚や意識的な記憶を生み出すのに十分な神経活動と神経構造の最小のセットのことである。コッホより意識に相関した脳活動はある特定の意識的知覚を共同して引き起こすのに十分な最小の神経メカニズムとして定義される。意識はある種の複雑系、生物学的システム、 適応系強い相互作用を持ったシステムが持つ難解で、状況依存的な特性である。意識の科学は、精神の現象的状態と脳の現象的状態との正確な関係を説明できる、要努めなくてはならない。非物質的な意識的精神と、体の電気科学的な相互作用による、その生理的基盤との関係の本質は何か。という問いは、古典的な、 心脳問題の核心である。神経科学者は多くの実験的アプローチによって意識の神経基盤に光を当ててきた。この記事ではこのようなアプローチを概観し、どのようなことが研究されているのかを要約していく。ここに関連用語の作品がある。心脳問題の解決に向けて前進するためには哲学的な論争を避け、実験的に扱うことのできる問題に集中する。 ことが必要である。そのための鍵となるのが意識に相関した脳活動の探求である。上述した意識に相関した脳活動の定義では最小限という言葉が重要である。なぜなら脳活動全体は明らかに意識を引き起こすのに十分だからである。問題はそのうちのどの回構成要素が意識的な体験を引き起こすのに必要かという問題だ。例えば、 小脳の神経活動は意識的知覚を引き起こすことはないと考えられている。したがって小脳の活動は意識に相関した脳活動の一部ではない。この定義は必要条件に強く固執するものではない。なぜなら神経ネットワークには強い冗長性と平行性が見られるからである。ある条件下でのある 神経集団の活動が知覚を引き起こす際に、その神経集団を不活化しても、別の神経集団が似たような知覚を引き起こすことが起こりうる。赤いパッチを見ているときや、おばあさんを見ているとき、サイレンを聞いているときなどの、すべての現象的、主観的状態は、意識に相関した脳活動に関連付けられる。ある特定の意識的な体験の、 意識に相関した脳活動の不安定化や不活化は、知覚に影響を与えたり消し去ったりする。もしも、人工装具によるものや神経外科手術の際などの、皮質の微小刺激などによって、意識に相関した脳活動を人工的に引き起こすことができれば、被験者はその脳活動に関連づけられる知覚を体験するだろう。意識に相関した脳活動の特徴とは何か 視覚の意識に相関した脳活動と聴覚の意識に相関した脳活動の共通点とは何かすべての時間における大脳皮質のすべての衰退細胞が意識に相関した脳活動に必要なのかまたは前頭葉からの後方の感覚皮質に対する長距離的な投射の一部だけで良いのかそのような神経細胞はリズミカルに発火しているのか そのような神経細胞は同期しながら発火しているのか。これらはこの数年の間に進展が見られた問題の一部である。意識に相関した脳活動を発見し特徴づけることは意識の理論に関して同様のことをすることと同一ではないという点には注意しなくてはならない。特定のシステムがなぜ何かを体験できるか。なぜ私たちは意識を持つのか。 なぜ他のシステムは意識を持たないのか、などの疑問に答えることのできるのは、後者のみである。しかし、意識に相関した脳活動を理解することは、このような理論を前進させることに必要である。意識を生じさせる因子は、分子レベルではなく、神経レベルで存在していると、多くの神経生物学者は、暗黙のうちに仮定している。一部の研究者は、 挙子的な量子の挙動が意識を生み出すと提唱している。特に興味を集めているのは、カップリングした二つの電子などの複数の物体の量子的状態が空間的に離れているにもかかわらず強い相関を示す量子もつれと呼ばれる現象で、私たちの局所性に関する直感が破られている。目によって受容された光子や生体分子の量子メカニズムの役割は議論の余地がないほど、 明白である。しかし、神経系のいかなる構成要素も、量子もつれを示している証拠はない。また、もしも、拡散や活動電位の発生、電波など、個々の細胞の内部で量子もつれが発生していたとしても、神経細胞から情報が入力や出力される原理的なメカニズムは、量子的な重ね合わせを崩すだろう。 神経細胞間の相互作用という細胞レベルの現象は古典的な物理法則が支配している。意識という単語には二つのありふれた、しかし非常に異なる用法がある。それは、覚醒や意識の状態に関するものと、意識の内容や意識状態に関するものである。何かに対して意識的であるためには、脳は比較的高いレベルの覚醒と呼ばれることもある。 状態でなくてはならない。忘れられがちではあるが、このことは夢の中で、鮮烈で意識的な体験をしている、レム睡眠の際に関しても同様である。脳の電気的、代謝的活動によって計測される脳の覚醒レベルは、外実リズムに従い、睡眠不足や薬物、アルコール、身体的な運動などによる予測可能な影響を受ける。高い覚醒状態は通常、 特定の内容を持ったある種の意識状態に関連付けられる。私たちは顔を見、音楽を聴き、出来事を覚え、実験を計画し、セックスを夢に描く。もちろん、何かに意識的になることなく覚醒することはありえない、ことである。しかし、このような意識状態について言及することと、異なる覚醒レベルで変動する意識の状態について言及することは、 概念的に大きく異なる。覚醒は基準となる応答を引き起こす信号の強度によって行動に基づき計測可能である。グラス号ーコーマスケールのような患者の覚醒レベルを評価する診断システムが医療に用いられている。異なる覚醒レベルや意識の状態が異なる種類の意識的経験と関連付けられている。健常者の覚醒状態は夢を見ている状態が ほとんどないや、深い睡眠状態とは大きく異なる。これらの3状態でのうの基本的な生理状態は変化し、可能な意識的経験の範囲に影響を及ぼしている。また、生理的状態は、様々な意識変容状態間でも異なっている。意識的知覚や洞察が、通常の覚醒時よりも強化される、ある種の瞑想中にも他の意識の状態が起きる。 深い睡眠状態からまどろんだ状態を経て、覚醒状態へと移行するにつれ、明らかではあるものの厳密に定義しがたいようなやり方で、意識的体験の豊富さは増加していく。この可能な意識的体験の豊富さは、意識的体験の次元と流度の両方を用いた、複雑系理論から来る考えによって、定量化できるによる説明に関しては、とのに2004を参照。 健常者の視覚やの全領域の不活化は色、形、運動、テクスチャー、奥行きが近覚されなくなるため、意識的体験の次元が減少する。行動からわかる覚醒レベルが増加するにつれ、可能になる行動の範囲や複雑さが増してゆく。このことに関する一つの例外が、レム睡眠で、この睡眠段階特有のほとんどの運動活動がシャットダウンするが起き、 起きることが難しくなる。この状態では、行動からわかる覚醒レベルは、低いが、代謝的、電気的脳活動が高く、意識は生き生きとした状態にある。臨床科は意識の障害された状態を、渾水状態や、千円性意識障害、最小意識状態と称する。ここでは、意識の全くない渾水状態や、千円性意識障害や、全身麻酔状態から、 意識的感覚が変動し限定された状態である最小意識状態や無有病や転換の複雑部分発作などまでの異なる意識のレベルについて述べる。最小意識状態の患者がアクセス可能な意識状態や意識的体験の種類は最小限のものであると推定され、健康な人の脳が経験可能な意識状態に比べて非常に少ない。また、脳死状態では いかなる覚醒も体験もないとされている。心理的なトラウマを避けるため、全身麻酔状態の患者はいかなる体験もしないようになっているが、緊急事態のために手術中の覚醒レベルは調節されている。意識に必要な最小限の神経活動の基準に関する認められた理論が存在しなければ、1 0性意識障害の患者という意味な方法でコミュニケーションが可能で、 意識の兆候を示す、最小意識状態の患者とを区別することは、大抵の場合、臨床環境では難しい。脳機能イメージングはこの時非常に有用である。ボールドフメリーにより、重篤な脳損傷により、植物状態となった患者が、テニスをしたりその人の家のすべての部屋を回ることを想像してもらった際に、健常者と同じような脳活動を示すことが、証明されている。 このような体域的な意識障害の患者の様々な脳機能イメージング研究により、前頭前皮質の内側部や外側部、頭頂連合野などの様々な領域に広がる皮質ネットワークの機能障害が意識の対極的な消失に関係していることが示された。同様に、側頭葉での転換発作における意識の障害は前頭連合野と 頭頂連合野の脳血流量の減少と死傷のうち、肺足部などの正中部の脳構造の血流の増加に伴って観察される。広範囲にわたる脳損傷とは、対照的に正中部の皮質下の脳構造の比較的に個別的な両側の損傷でも意識の完全な消失が起きる。したがって、このような脳構造は脳の覚醒レベルを調節し、 あらゆる形での意識の形成に必要な可能要因の一部であると考えられる。このような脳構造の例として、脳幹上部にある2ガース以上の神経核から構成される毛様体不活系がある。これらの神経核は、アセチルコリンやノルアドレナリン、セロトニン、ヒスタミン、オレキシンなどの異なる神経伝達調節因子を放出する。 それぞれの軸索は脳の様々な領域に広がっていて、これらの神経伝達調節因子は、視床や前頭の活動性を調節し、覚醒と睡眠の状態変化や行動的、脳活動的な覚醒レベルの変化を仲介している。毛様体復活系の神経核の急性の切除は、意識の消失と渾水を引き起こす。しかし結果的に、 師匠と前頭の活動は復活し、意識が戻ることもある。他の意識の可能要因として、5つかそれ以上、存在する師匠の随番内核がある。これらは、多くの脳幹の神経核からの入力を、受け大脳基底核への強い出力と大部分の、神秘質の愛想への広がった出力を持つ。比較的小さい両側の師匠随番内核の切除により、 気づきが完全にノックアウトされる。脳の覚醒レベルの調節に必要な脳幹と支床の成虫の構造。これらの神経核の多くの小さな両側切除が意識の大局的な消失を引き起こす。ほっから要約すると、支床や肝脳、端にある異なる科学的特性を持つ神経核の多くは脳の覚醒を十分な状態にし、 あらゆる体験を可能にする機能を持つ。これらの神経核は意識の可能要因に属する。反対に、意識的知覚の特定の内容は、大脳皮質や関連する二次的な構造である、変動体や視障前触り、大脳規定核などの神経細胞によって仲介されると考えられる。 時空間的な視覚近くを正確に操作できれば意識に相関した脳活動を探求する上で視覚が絶好の研究対象になる。そのために心理学者は以下のような多くの手法を開発してきた。マスキング、両目シア闘争、フラッシュサプレッション、運動誘発網、チェンジブラインドネス、インアテンショナルブラインドネスこれらの現象において 世界の物理的刺激と被験者の精神内部で起きる、それらと関連付けられた知覚との、一見単純で明白に思える、関係性が崩壊している。特に、刺激の知覚が数秒、場合によっては、数分もの間、抑制され、刺激が被験者の面の片方に投影されているにも、かかわらず、見ることができないことさえある。この時、物理的刺激ではなく被験者の知覚に反応する。 神経メカニズムを分離することで、脳内での視覚意識の足跡をたどることができる。人が錯覚を起こしているとき、物理的刺激は変化していないのに、その近くは揺れ動いている。そのよく知られた例として、その図形を構成する12本の線が、深さの異なる2種類の見え方をするネッカーの立方体がある。ネッカーの立方体。 左の線画は右に示される2種類の深さの構成のうちの1種類で知覚される。他の視覚手がかりがなければ、視覚系はこの2つの解釈の間を行ったり来たりする。コっから正確にコントロールできる錯覚に両目視や闘争がある。この錯覚では、左目には小さい画像を提示し、右目の対応する位置に別の画像を提示する。視覚刺激自体は、 変化しないにもかかわらず、被験者の意識上では水平の縞模様と延直の縞模様に数秒ごとに変化して見える。脳は両方の画像を同時に知覚することはできない。どちらの画像を見ているのか報告できるように、マカクザルを調教することができる。知覚が切り替わる時間の分布や片方の目でのコントラストの変化が知覚に与える様子などを調べた結果、人とマカクザルが 同一の基礎的現象を経験していることはほとんど疑いようがない。一連のエレガントな実験においてロゴテティスらは覚生時のマカクザルが両飯や闘争課題を行っている際の様々な資格野の活動を計測した。一時視覚野ではごく一部の細胞が猿の近くに従ってわずかに活動が変化し大部分の細胞は その時間における猿の近くにほとんど関係なくどちらか、片方の目の網膜上の刺激に反応した。反対に、複側皮質四角炉に属する、下側頭野のような工事四角野では、ほとんどすべての細胞が、視覚的に優位な刺激に反応した。例えば、顔ニューロンは、動物が顔を見ていると行動で示している時にのみ、発火し、もう片方の目に顔が提示されている時には、 発火しなかった。このことは、意識に相関した脳活動は加速糖皮質の神経活動を含んでいることを示唆している。しかし、加速糖皮質の細胞と前頭前皮質の一部の神経細胞との特定の相互作用が意識に相関した脳活動を生み出すために必要であるという可能性もある。関連する知覚現象として、フラッシュサプレッションと呼ばれる現象がある。 この現象は片方の目に投射された画像の近くをもう片方の目で別の画像をフラッシュさせることで抑制するというものである。この現象が両目視野闘争に比べて方法論的に優れている点として近くの変化のタイミングを内的なイベントではなく外的なトリガーによって決定することができる点にある。フラッシュサプレッションの際に 自身の知覚を報告するように調教した猿の IT やと上速投稿の大部分の細胞の活動は猿の知覚に従って変化した。つまり、その細胞が選択的に反応する刺激が知覚された時に細胞が発火した。もし、画像はまだ提示されているのに、フラッシュサプレッションにより知覚が抑制された場合、一時、視覚やの細胞は この刺激に対して強く発火しているにもかかわらず、工事資格やの神経細胞の発火は止まる。転換患者がフラッシュサプレッションを経験している時の内側側頭用の単一細胞記録の結果も同様で、その細胞が選択的に反応する刺激が提示されているが、視覚的にマスクされている時、細胞の発火は止まっている。多くのフメリー実験で、 人の視覚意識の根底にある脳血流活動を同定するために、両目視や闘争や、それに似た錯覚が利用された。それにより、複側皮質視覚炉の工事領域のボールド信号も一時、視覚矢や外側質状態を含む初期視覚矢のボールド信号も、単純な網膜上の刺激ではなく、視覚に従って変化することが強く示された。この実験事実に加えて、 多くのエレガントなフメリー実験や DTI 実験によって一時視覚やの活動は視覚意識に必要だが十分ではないという仮説が指示されている。感覚入力に対する応答行動の多くは非常に早く一時的で定型的で無意識的である。これらは皮質による反射的な行動であると考えることができ、転換の複雑部分発作の際などに見られるような 自動化された複雑な行動を形作るような急速でいくらか定型化された応答として特徴づけられる。これらの自動化された応答は時にゾンビ行動と呼ばれ感覚情報の広くより否定型的な面によりゆっくりと対処し適切な考えや応答を決定するのに時間を要するような遅く反目的的な意識的モードと対照的である。 このような意識的モードがなければ、滅多にない出来事に対処するための大量の異なるゾンビモードが必要になってしまう。人が多くの動物と区別される特徴として、私たちが自分自身での生存を可能にするような広範囲に渡る行動プログラムを生まれながらに持たない点がある。この問題に対処するため、私たちは無類の学習能力を持つ。すなわち、 模倣や調査によって意識的にこのようなプログラムを獲得する。一度意識的に獲得し十分な訓練を積めば、これらのプログラムは私たちのアウェアネスの領域の背後で実行されるように自動化されることもある。ベートーベンのピアノ・ソナタを演奏する優れた運動能力やカーブの多い賛同でオートバイに乗るのに必要な感覚運動調節能力がその典型的な例である。 このような複雑な行動は意識を最小化または停止した上で実行可能な十分な数の回プログラムがあって初めて可能になる。事実、意識的なシステムが自動化されたプログラムにいくらか干渉を及ぼすこともある。進化的検知からすると定型的で自動化された様式で急速に実行される自動化された行動プログラムと より複雑な行動を考え計画するのに時間を、要する若干遅いシステムの両方を持つことは、明らかに合理的である。後者の側面は意識の主要な機能の一つであろう。皮質における資格のゾンビモードが主に頭頂用にある、配属皮質資格路を使用している、可能性もあるように思える。しかし、少なくともある状況下において、頭頂用の活動が注意の効果を、 複側皮質経路に起こすことで意識に影響を及ぼすことができる。視覚の意識的モードは初期の視覚やと特に複側皮質経路に強く左右される。複雑に思える視覚処理は人の大脳皮質において130から150ミリ秒の間に起き、これは眼球運動や意識的視覚が起きるには遅すぎる。加えて、 眼球前提反射などの反射はもっと急速な時間スケールで発生している。このような行動が網膜から V1、V4、IT や前頭前皮質へと伝わる純粋なフィードフォーワードの活動電位の波によって仲介されボタン押しをコントロールする脊髄の運動ニューロンに作用するという考えは非常に合理的である。基本的な情報処理が フィードフォーワードであるという仮説は、IT やの細胞で見られる選択的応答に要する時間が短時間であることによって非常に直接的に指示される。反対に、意識的な知覚には、神皮質の全部から後部の感覚皮質への対域的なフィードバックを経るような式位置を超えるまでに時間を要する、より持続的で反射された神経活動が必要であると考えられている。 この時、持続的な神経活動は、頭頂用、前頭前、皮質、前帯状皮質、支障、前触りの他に、短期記憶、複数のモダリティの統合、計画、発話や意識に強く関係する他の処理を支える、関連した脳構造へと急速に伝播していく。伝播の競合によって、複数の知覚が同時に起きることや強く表現されることが防がれている。 これは意識のグローバルワークスペース理論の革新となる仮説である。簡単に言うと、師匠、皮質系の急速だが一時的な神経活動は、意識的な感覚なしでの複雑な行動を可能にする。一方、意識は広範囲の皮質・皮質フィードバックによる持続的でよく組織化された神経活動を必要とすると推定される。ありがとうございます。